ここポルシェ見えるじゃん。もうそう、電車、本社と一緒になってる。じゃああそこの上に突き刺さってるのもあれポルシェ。うわー、緑色のマーカーなんて初めて見たよ。うわ、こんなに止まってるポルシェ。今ちょうど250キロぐらい運転してシュツットガルトっていう街に来てます。ここはですね、実はポルシェの街、本社があって、その隣にポルシェミュージアムっていう、そのポルシェのなんかその歴史を展示してある博物館があるみたいなんで、ちょっとそれに行ってきたいと思います。ワクワクしてますね、あなた、はい、両カメラマンポルシェ好きなんで、ちょっといろいろ解説してもらえると思います。行ってきます。体感、うわすごい、いよいよポルシェミュージアム潜入いたします。ポルシェミュージアムの中のレストランでちょっとご飯食べたいと思います。せっかくなんで、はい、レストランのメニューもマカン、カイエン、991、俺パナメラパスタでいいかな。自分ラビオリ嫌いなんですけど911やっぱオーダーしたい。じゃあ911にしよう。991がパスタにあるとこれな。911っす。あ、911か。こっちがパナメラ。いや、どの辺がパナメーラパスタなのかよく分かんなかったけど、まあまあ美味しかったです。ポルシェミュージアムの中のレストランおすすめです。今チケットをゲットしました。チケットもかっこいい。ちなみに8ユーロです。ポルシェに精通している両カメラマン、解説お願いしますね。頑張ります、はい、これがポルシェの一番最初の手掛けた車って言っていいのかな。しかもこれ電気自動車みたいですね。120年前に25キロで80キロ走る性能があったそうです。で、その後インホイールモーターを設計したみたいです。これだって何、100年前だよ。9年前にこれをやる、すげー。もう全然知らなかった。俺の知ってるポルシェはこのビートルから派生した車だっていう話だったけど、フェルディナンドポルシェは電気自動車から始まってるみたいです。だからなんか100年120年経ってまた電気自動車にこう戻ってるって、なんか不思議な感じがするよね。今ようやくその発想、当時の発想に時代が追いついてきたみたいな。これよく見るけど詳しくは知らなかったんですけど、タイプ64って言って、そのワーゲンから派生したポルシェの一番最初の車みたいです。 1.5 ミリのアルミでボディが作られてて、もう当時この流線形がかなり画期的なシルエットだったそうです。でも中はめちゃくちゃ軽量化というか、まあ強度を出すためなのか軽量化なのか、すごい作りになってますね。で、なんと当時80年前でこれ140キロで走れたっていう。ポルシェ博士と息子。ちなみに僕はこの案内のやつで日本語で聞いてズルしてます。だから日本人来てもかなり楽しめるよね。ポルシェのサクセスストーリーはここから始まってるそうです。356、今の原型の一番最初の車でございます。車のほとんどがビートルのパーツを使ってるそうです。それはもう耐久性がもう実証されてたりだとか、入手が容易っていうことがポイントみたいです。で、当時楽々135キロ出たっていう、当時からしたらとんでもない車だったそうです。もうタルガのアイデンティティってこの時代から変わらない。屋根焼きが多いのは当時アメリカをメインのマーケットとして考えて車を作ってたみたいです。皮に磨き上げられております。これ確かなんか表面ツルツルにすると強度が上がるんだよ。うん、そう、すごい、全部パイプフレーム。これが一緒の V をこう車で表現してるんじゃない。通称ピック、これ日本語でやろうよ。サーロインみたいな、バラみたいな。モモモモ、あ、これがだからルマンのあの24時間耐久の向こうの車につながるんだ。 RSR ターボ、めっちゃ重たい。カーボンローターになるとこれやばい。なんかルイーゼなんとかさんが70歳の時に記念で作った車、ナローボディで、どっからどう見ても彼らで、エンジンのエンブレムも彼らなのけど、ターボがぶっこんだの。彼らってこっからどっから始まったの。この RS2.7 は伝説のロードレース、彼らパナメリカンな、
はぁ、彼らという名が付けられた最初の911です。あ、そうなんだ。このリバイバルでされたやつもかっこいいんだな。てかこのシェイクの際ここが丸くなって空力を、え、ここ丸くなってんの？その空力からこうなってんの？そうなんだ。ダウンフォースが、うん、ダウンフォースが自重以上、うん、自重以上だから天井走れますよ。300キロで。これ今出しても絶対受けそうなボディから。ここ引いてカメラ捨てたいです。いやだからもう一周だよ、やっぱりもう一周必要。あれ、これ全部ターンテーブル？これあれじゃない、オートサロンボンドブースこれにした方がいいんじゃない？全部ターンテーブルで、そうすれば全部見れるじゃん。社長お願いします、全部ターンテーブルでお願いします。マカン、ですね、今カイエンとマカンで大体ポルシェの生産されている車の7割ぐらいを占めてるそうです。だからポルシェって今 SUV 屋さんってもう言われてるんだよね。だからそこがこう経営の屋台骨としてこう支えてるっていう。でもこれだとめちゃめちゃかっこいいのにちょっと体感ボテッとなっちゃってる。ミラーの時期こうなるよね。うわ、え、パナメラ GTS こんないい音する？やべえ、935ってこんないい音するの？マイク・ロッケンフェラーさんが、え、この間あった、これ乗ってたの？マジ？通称ビッグ、オマージュして作られた現代版。ぐるぐる回りながら上に行くレイアウトで、もう最初の一番古いのから一番最新のまで見て帰れるっていう。あの、僕別にポルシェ全然所有もしてないし所有したこともないですけど、ものすごく楽しかったです。これポルシェ所有してる人ならなおさらね。ね、両カメラマン、ポルシェ所有してるの？まあ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 、その辺置いといて。いや本当にすごく良かったです。で全部見た後はお土産コーナーっていう、もうこんなん絶対買っちゃうよ。もうポルシェ乗りやったら買っちゃうでしょ。だって買っちゃうでしょ。はい、今回はポルシェミュージアムの様子をお届けしました。僕自身ポルシェ所有者でも何でもないんですけど、めちゃくちゃ勉強になりました。もう全然知らなかった、その電気自動車からスタートしてたとか、ワーゲンと派生してった部分だったりとか、あとはレースの話だったりとか、もう本当にここはちょっと一日ちょっと見て回れます。本当にポルシェ好きじゃなくてもふわっとでもポルシェに興味があればかなり多分楽しめる施設じゃないかなと思います。はい、というわけでドイツ初日こんな感じでお届けしました。はい、まだまだドイツの旅は続きますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。